角田菊子アリバイ上和と桜と絹アンドンとで彩られた色町いわゆる黒輪を囲んだオはグロドブは水門をくぐってはけ口を山野堀に見いだしているこの堀は流れるともなくそれでも次第にその幅を広げてついには 竹屋から大川へ注ぎいる。水門から吉野橋の辺りまでは幅さもやっと56軒のほんの土ブをちょっと大きくした程度のものであるが水続きは便利なもので中電場ぐらいは盛んに上り下りする堀の西側は一川人家が並んでそれからにぎやかな吉原土手の王冠が並走する。東側は、 ずっと離れた電車道までぎっしり人家が立ち並んでいるそして堀のすぐ両岸にはごく細い道が通っているが人家がことごとく堀に尻を向けていてそれにめったに人通りもなく堀を上り下りする先導の花歌以外にはほとんど人声を聞かないといった静けさである克見の家はその西側にかなり手広く立っている それと斜めに堀を挟んで秋山の広大な住まいがあるのだが皮肉なことにその隣すなわち克実の住まいの正面にあたる辺りに克実所有の空き地がいくらかあってそこへぽつんと立っている壊れかかった物置小屋がレンガ塀を間に林家と奇妙な対象をなしているのだこれはまだ景気の良かった頃克実が 秋山の向こうを張るつもりで工事を起こしかけたがそのままになっているものらしいなぜ勝美が殺意を起こしたかそれはなかなか説明のいることだがとにかく2人は相場師同士の商売がたきの間でそれに最近勝美はどうにもならないほどたたきつけられていたことは事実だなお 感情上のより深刻な原因があったかもしれないそれはよくよく事情の切迫してきたある日のことだった克実はいつも事務を取る部屋と定めてある堀に面した西洋間の窓から高層な秋山の邸宅や自分所有の空き地にポツンと取り残されている物置小屋や薄暗い不透明な堀や水や、それから 真っ青な空などをぼんやり眺めていたそのうちに偶然というやつであろうふと彼の目に鋭じたものがあった目に鋭じたというと語弊があるかもしれないなぜならばそれはさっきから彼の目に映っていたはずだから空はさっきから少しの変わりもなく真っ青であるし 電の捉えた堀はさっきのまま静まり返っているし彼自身すらさっきから微動だにせず元のまま姿勢を保っているしその時殊更に彼の神経を刺激したと思われる節小さな音響とか物影とかそんなものさえなかったはずだったその堀の水に映った真っ青な空を横切っている細い2畳の国営にしたところで さっきから彼の目に映っていたはずではあるがその時彼の興味は全くその国営に吸い込まれてしまったのだ国営の主は東京放送局 JOAK、OK、開設以来例の物置から堀を越えて事務室の窓際まで引っ張られている2本のアンテナであるラジオは多くの人に電気に関する初歩の知識を与えたが 勝にもまたそれとそして殺人の暗示等を与えたのであった克実のごとき立場にある者が秋山を殺すなどということは思いもよらないことだったその危険は両人の間の事情が切迫していればいるほどますます大きくなるので事に克実の場合について言えば彼と秋山との仲は世間に広く知られているのだ。 秋山を殺しかねなないい。男ははに限ったことはない敵の多い秋山は勝美の知っているばかりでも4人以上のそんな敵を持っているしかし関係の最も切迫しているのは彼であるしごく都合の悪いことには最近酒の上で「秋山は殺しても飽き足らないやつだ」とつい口を滑らせてしまったことである。 殺人を計画する人にとってなんと大きなハンディキャップではないかしかし考えてみれば全然不可能であるわけではないつまり計画の立てようによってはこの場合でも殺人は十分行いうるのである例えばアリバイであるスチールのように素晴らしい完全なアリバイさえできればもう何の工夫もいらないではないか アリバイはあらゆるる。ものを超越するオールマイティーであるところがところがこのアリバイが難物ではないか勝実がアンテナ線の影から不可能と思っていた殺人を想起するに至ったのは結局このアリバイについての暗示を得たからであった克実は直ちに実行にかかった 注意深く窓を閉じてから備え付けの卓上電話を取って受話器と送話器とに結んである2本のコードを解いてその先端をそれぞれラジオののアンテナの引き込み線、2本の引き込み線は途中で1本により合わされているがそのよりをほぐして2本にしたものの先端へ別々に連結したつまり電話線とアンテナとを直接に連結したわけである。 それが済むと克実は電話機を風呂敷に包んで帽子もかぶらず毎日やる散歩と同じ姿でぶらりと家を出て誰にも見とがめられることなく対岸の空き地にある例の物置小屋へ忍び込んだ彼の仕事はアンテナの一端を引き下ろして用意してきた細い2本の針金を別々に結びつけそれを小屋の内へ引き込んでその針金の先端をそれぞれ 電話話機のととと受話機とに連結することだった。その結果電話局から引かれてきた銅線は彼の事務室内でアンテナ線に連なりアンテナ線の畳んに電話機が備えられることになって結局電話機の所在地が事務室から物置小屋へ移りアンテナの長さだけ電流抵抗が真下に過ぎないのである。勝美は、 緊張した気持ちで交換手を呼び出したやや声が低いそれも気のつかぬ程度にというだけだった馴じみの株式仲買店を呼び出してまるまる株の買い入れを頼んだ実に見事な成績だったアンテナもいろいろな使い道があるで。 彼は二条の線を仰いで、そんなことをつぶやいた翌朝になると克実はいろいろの準備をした最も寛容な凶器については一も二もなくピストルということに決めたしかもすさまじい爆音を立てるごく旧式な5連発を使うことにしたというのは 1> 第1にそのピストルならば絶対に出どころがしれっこないのでたとえ現場に息してきても安全だしまたそうすることによって強行後の大事な時間を凶器の隠匿に費やすことも避けられるし第2には彼の計画でその爆音それ自身がかなり大切な役目を引き受けることになっていたからだそれから着物はもちろん普段着のまま。 これは途中で他人に見とがめられない用心に次に強行の際使用するありふれた形のゴム裏草履と手袋と厚手のハンカチと鍵ぎ束とを用意した午後の3時半になるといよいよ活動を開始した昨日やった通りまず電話機を取り外して電話線とアンテナ線とを結んでから密かに家を立ち入れた なんと運のいいことであろう堀には二艘の船が事務室の窓下にもやっているのだ34人の船頭が世間話をやっている彼らは2時間や3時間はその話を続けているであろう女中は使いにでも出たか姿が見えなかった妻は熱海へ行っているから心配はないのだ彼は 人通りのまるでない堀岸の細道を散歩姿でブラブラ歩いていった向こう岸へ渡るには一番の近道でも4丁ほど離れた橋を渡らねばならなかった小屋へ着くと彼は躊躇するところなく昨日用意しておいた細い引き込み線に持ってきた電話機を接続して下駄をゴム裏造りに履き替え手袋をはめて準備が整うと23分じっ と表の様子を伺ってから。電話機を取り上げて。落ち着いた調子で仲買店を呼び出した。番頭さんだね。はい,はい、はい、克己様でいらっしゃいますね。そう！で、どうだろう？まるまる株は？どうもあまり面白くありませんな。うん。 景気が良くないと言うんだね。ああうん今育児だろうえー、っとさよう4時12分前ですがよし次に僕の命令の行くまで買い続けてくれたまえ1分後にはハンカチで覆面した克実は塀を乗り越えて すでに秋山の事務室の隣へまで潜入していた家族のほとんど全部が出払った後なので彼にとっては極めて好都合だった克美は境の扉をそっと開いて内部を伺かった秋山は少しも気がつかないで一心に電話をかけている克美は足音をしばせて一軒の背後に迫った それでも気がつかない。克己は耳を澄ませて、あたりの気配に気を配ってから確かな。落ち着きをもってピストルを上げた。なんだって？もう4時10分前だって。秋山は電話機を抱き込むようにして叫んだ。相手は中がいてるらしかった。突然克己は引き金を引いた。 爆音爆音爆音。3発目に秋山は床上へのめった克実は血を避けるために飛びのきながら引き金を引いた爆音爆音秋山の後頭部がめちゃめちゃ煮砕けてしまった誰か駆けつける気配がする 勝はピストルを投げ捨ててからひちょうのごとく塀を飛び越えて小屋へ帰ってきたまず電話のベルを鳴らした交換手は出てきたことは出てきたがたちまち恐ろしい混戦が起こった彼はイライラしたベルをむやみに鳴らしたがやがや叫び合う人声の中に「家事」「家事」という言葉や「商店長」 という固有名詞が23度聞こえた1分ばかりしてやっと仲買い店が出てきた番頭さんだねはいはいええと今3時半だねいやいやもう4時に8分しかありませんそうかじゃあ買い方は打ち切りにしといてもらおう今日は 引引き込み線を強くっっ張った。アンテナは軽く23度動いただけで細い針金はすっぽり抜けて落ちたゴム裏揃いや手袋やハンカチなどと一緒に電話機を包んで非常な注意を払いながら表へ出た途中誰にも見とがめられることなく無事に事務室まで戻ってきた時には克実もさすがにホッとした。 手早く品物の点検をして直ちにそれぞれ適当の場所へ始末をつけたアンテナや電話機を元通りにしたことはもちろんであるなんと鮮やかな出来栄えだろうとつぶやかずにはいられなかった窓の下では船頭らの話は油の乗る盛りじゃないか実に良き以上の成績だてえ 考えてみても何一つ失敗したと思われる点はないまた当然受けるはずの尋問に対する答弁もそれぞれ熟考しかつ練習されてあるただ一つ残った問題は彼の留守中に起こった事柄を知っておかねばならないことだったアリバイによって3時48分から3時52分まではこの事務室内にいたことになっているのだから その4分間前後に起こった事柄をぜひ知っておく必要があるのだ第一にその4分間に他から電話がかかったとしたらどうだろういくら呼び出しても返事がないのだから交換手はきっと不審に思っていたに違いないその問いに対する答えであるしかしその答弁についてはあらかじめ研究してあるのだから大して心配はない第2には訪問客の有無である が、彼が晩餐の時にそれとなく女中の注意を引いてみた結果訪問客のなかったことを確定し得たさて第3には3時52分に電話をかけた時混戦してきた「家事」とか「商店長」とかいう言葉だったどうも留守中に商店長に火事があったらしいのである目と鼻の商店長に火事があれば 日本ずつみの消防隊は嫌でも駆けつけたに違いないそしてものすごい砂ぼこりを立てて吉原土手を通ったに違いないそうすれば事務室にいたと主張する以上ぜひともその自動車ポンプの騒音を知っておらねばならないのである実に恐ろしい偶然であった混戦からこの事実に気づくことがなかったならば致命的な失敗を招くところであった 夕方彼が散歩に出かけようとした時折翌も裏の空き地で女中が林家の女中とおしゃべりしながら干し物を取り込んでいるのに出会ったそれで勝実は何気ないふうで話しかけたさっきの火事は大きくならなかったようだねええー、ほんのぼやだったそうでございますよ人騒がせな実際人騒がせだね あの自動車ポンプったら実にすごい勢いで走っていったじゃないかもう、旦那様もポンプをご覧になったんですかああ何ねちょっと勝美は妙なところで狼狽したしかし女中は別に気にも留めない風でほんとにえらい勢いでございましたわねえあなた と凛香の女中に話しかけたひどい砂ぼこりを立ててずいぶんひどい埃でしたわね本当に勝実にはそれで十分だった全部用意は出来上がったのであるその夜彼は熟睡した翌朝8時床を出たところで警察から召喚を受けた もちろん覚悟の上だった事件は発生と同時に発見され5分後には係官の出張を見7分後には完全な非常線が張られたそれにもかかわらず犯人は一瞬のうちに消えてしまって足音さえも残さないのである克実が召喚された日の午後船岡刑事は署長とこんな話をしていた え船岡くん、盗難品は皆無物なんだね。そうです。チリッパ一つ。ピストルから手がかりは見つからんかったかね。ダメです。指紋の方も絶望ですね。勝ツという男は降印してあるだろうね。今朝から引っ張ってあります。勝ツは 秋山を殺しかねないようなことを公言したことがあるそうじゃないかあの男は一番秋山を憎む立場にあるんですそれに聞けば寸国を争うほどの切迫した事情もあったらしいんですから勝美には何か反証があるかねアリバイです電話交換手とバツバツ仲買い店の番頭とは当日の午後3時48分と 3時52分とに彼から電話がかかったことを証言しているんですしかもまさしく彼の事務室の電話からかかったもので確かに克実自身の声であったと主張しているんですよつまり48分と52分との2瞬間には彼は彼の事務室にいたことになるんですところが秋山家の女中の証言によれば 殺人は3時50分頃に起こったことになりますしまた秋山はちょうど仲買店へ電話をかけていたところなのでその仲買店を調べたところが秋山の話中突然爆音が聞こえて電話が切れてしまったそれがちょうど3時50分だったというのですしかし船岡君考えてみてまえ 48分と52分との2週間に克実がその事務室にいたことは確かかもしれないが50分にもその部屋にいたという証明にはならんよ。いいかね ?48 分に事務室で電話をかけ直ちに堀を直線的に例えば船で渡って行って50分に秋山を殺し電光的に引き返してきてまた52分に電話をかけた。 どうすればどうだね決して不可能なことじゃないよそれは私も考えてみましたが今度ばかりはその想像では説明がつかないんです何しろ当時克見のうちのすぐ窓下には電マ船が2艘もやっていてその上では45人の船頭が世間話をしていたことですからね彼らは皆堀を横切った船も人もないことを証言しています するとぜひとも橋を渡らなければならないんですが橋までは往復4丁もあるんですから勝見の内から秋山のところまで道のりだけでも八丁から歩かなければならないことになってアリバイは完全に成立することになるんですすると君は誰に目星をつけているんだね大体いい読めたというようなことを言っていたが私ですか やはり勝美とにらんでいますそれ見たまえ君だってそうじゃないかですが私の目星をつけた理由は全然違うんです私は彼が一番殺人を犯しやすい動機を持っていたから疑ったのではなく彼のほかに秋山を殺しうるものがないからそれで疑ったのです言いかえれば 今ここに秋山を殺しかねない男が56人いるとしますそのうちで勝実が一番殺人を成し得る機会を持っていたというわけなんですもう一度言いかえれば彼のアリバイが一番薄弱だから疑ったのです彼のアリバイにしたところで確実なものではありますがしかし確実ということが絶対的でない限り 他人ののののに考え及ばなかったたは、彼の第一の失敗でしたね。例えば秋山を殺しかけない45人のうちである1人は昨日中法廷の証人席にいたことが証明されましたしある1人は酔った挙句警察の留置場で寝ていましたしある1人は友人45人と築地の町へに行っていましたしとにかく ほかの者は皆克実よりは確かなアリバイを持っているんですそこへ行くと彼は単に耳と声だけのことですからねすると克実のアリバイはどうなるんだろう一体電話というやつは線で連続されているんですからサさえ継ぎ足せばどこまでも延長しうるんでしょうただあの場合 人の注意を引かないように延長線を設ければよかったのです。その点で彼は幾分成功したと言われましょう。あなたは、勝見の事務室の前から堀越に物置小屋のところまで張られてあるアンテナには気がつかれませんでしたか。いいよ。二、三度臨検に行ったがついぞ見なかったよ。見なかったのではなくて気がつかれなかったのでしょう。 何しろ東京市民はアンテナに縮小していますからね勝美はアンテナを延長線に使って電話機の位置を小屋へ移せばよかったのです分かった分かったそれだけの種が上がっていたらもう遠慮することはないじゃないか少し厳重に調べてやればいやお待ちなさい ああいう男はただの方法で調べたんではどうにもなりませんよもし彼が真犯人だとすれば実に見事に組み立てたものではありませんか実に緻密な天才的な頭ではありませんかああいう男はいくら厳重に調べたところで裏から裏へ抜かれてしまいますそれに私がこう説明してみたところでは何ら具体的な証拠があるわけではなし 彼のアリバイを破る力とはならないんですからあれを破るにはそれよりも以上の有力な尻尾をつかむよりほかはないのですだが君に生算はあるのかねないこともありません彼は実に緻密なデリケートな頭脳を持っていますからねむしろ神経過敏かと思われるくらい鋭いものですああいう頭脳は ちょっとしたことにも乱れがちなもんですそして一度混乱したら愚者もやらないようなヘマをしでかすものですよ朝召喚されてから克ミはたった一人で留置場へ投げ込まれたままだったそれが多少彼を不安にしないでもなかった夜の9時過ぎになってからやっと呼び出された所長と船岡刑事 それと2人の速記者と4名の巡査とが彼を囲んだ普通こういった場合には尋問者は真っ向から怒鳴りつけるかまず頬の2つ3つは殴りつけるものだが船岡刑事は談話的に極めて軽く口を切った「勝美さん」とおっしゃいましたねはあ勝美ですで、ね ちょっとした殺人事件でお呼びしたわけですがあなたがどうも不利な立場におられるんでね昨日の午後3時半から4時頃まであなたはどこにいられましたか3時半から4時まで確かうちにいたはずですが自宅で事務室で事務を取っていたはずですが。 それを証明する確実な証拠はありませんか女中に聞いてくださればわかりますよそれじゃああまり確実な証拠とはなりませんねえっとああそれそれ商店長に火事のあった自分2度ばかり電話をかけたことがありますそうだった3時48分と 3時52分と2度かけたことを覚えています結構です強行時間は3時50分だから立派なアリバイとなるわけですバツバツ仲買い店の番頭もそれを証言していましたぴったり符号します何ですかその電話をかけた時間の間はもちろんその部屋におられたんでしょうねもちろんそうです あ,あちょっと表を覗いたことはありますが何のために覗かれたんですか自動車ポンプがえらい勢いで通ったからですものすごい砂ぼこりを立てて走って行ったのを覚えています表へ出たのではないんでしょうね一歩だって表へは出ませんでしたするとここにちょっと困ることがあるんですがね おい、い。交換士を呼んでこい船岡は巡査にそう命じて交換手だという若い女を呼んでこさせたすみませんがさっきのことをもう一度証言してくださいませんか船岡は優しく言った女はうつむいたままうなずいた私は A 局の電話交換手でございます。 昨日午後3時50分前後に「バツ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 番」号から2度深川の「るまる番」中番へかかったことを記憶しております。それからその2度の間に一度他から「バツバツバツ番」へかかったのですが接続はしましたけれどもいくら呼び出しをかけても出てこないで。 うとう切れてしまったことを確かに覚えておりますこれでよろしいのでございましょうか結構です女が部屋を出て行ってしまうと船岡はまた克実に向かって「克実さんどうも困るではありませんかあなたはあの間にどこかへ出かけられたんではないですか?」いや 確かに部屋にいましたじゃあ電話は鳴ったんでしょう確かになりましたそんなことは少しも恐れる必要がなかった克実のプログラムには明瞭に記載されているではないかただ彼は前もって考えておいた通り落ち着いて答えればいいのである別に不思議とも思われませんがね 電話ののベルが鳴るのは確かに聞きました。しかしちょうど重要な書類を調べているところだったので少しでも気をそらされるのを恐れて受話器を取らなかっただけのことですこんなことは私どもの仲間ではよくあることです <laughs> <laughs> ふん。刑事はあざけるように鼻で笑った克実君君ともあろう者が。 ううまうまとわなにかかったものだねえどうだいもう正体を表しちゃう勝克はわけが分からないであきれたというような表情をしたその間に彼の頭脳は彼の失敗した点を探そうとしたしかしどうしてもそんな点はありそうになかった彼の頭はまだ冷静を失わなかった 知らばっくれたってダメさ気がつかないのなら教えてやろう船岡はまた潤さんに命じて一人の女を連れてきたそれが自分の女中であるのに気がつくと克実は多少不安にならずにはいられなかったさっき尋ねたことをもう一度言ってください船岡は優しく言った 女中はしばらく主人の顔を伺っていたがやがて思い切ったように口を開いた昨日の午後5時頃私が裏の空き地で干物を取り込んでいるところへ旦那様がおいでになられましてさっきのポンプはえらい勢いだったというようなことを言われましたので旦那様もご覧になられたのですかと不審に存じたのです私は3時半頃 お隣の女中さんと一緒に吉野町の方へ買い物に参りましてちょうど電車通りを歩いている時ポンプが走っていくのを見たのでお部屋においでのはずの旦那様がどうして電車通りまでポンプを見に来られたか不思議に存じたような次第でございます女中が出て行くと刑事は皮肉な調子で言ったどうだいまだわからんかね ポンプはいつも土手を通るさただし昨日だけはあいにくに別だったのだ土手の途中に道路工事をしているところがあるんでわざわざ電車通りを回ったんだおいどうだね勝美はまざまざと失敗を知った頭が破れるようになった畜生畜生 畜生おい、何とか言え。言わなきゃこっちで言うぞ。おい。おい貴様は確かに部屋にいたと言ったな。電話のベルの鳴るのを聞いたと抜かしたな。おい、バカベルなんぞ鳴りはしなかったんだ。電話なぞど,どこからもかかりはしなかったんだぞ勝ツの頭脳は、 もろくも壊れてしまったかき回された泥沼のようにとろけた脳みそが渦を巻いて急速度に波動したなんということだまっすぐに白樹をしちまえ貴様の他に殺すような奴はいないんだ大馬鹿。慌てて逃げやがってアンテナを忘れやがったアンテナがアンテナ バカ、何をほざくんだ貴様の撃った五発の弾でも相手は死ななかったんだ。死にきれないで、犯人は貴様だと言ったんだぞ。勝見だと違う違う生き返るはずはないんだ頭が砕けてしまったんだそういう風に俺を釣ったって、秋山を殺したのは俺じゃない秋山を 秋山勝実は倒れかかって危うく刑事の腕に抱き留められた「秋山」という名前を引き出すために大いに苦心したのさ船岡はずっと後になって当時のことを物語った時こう説明した実に巧みな犯罪だったよ。 それれだけこっちじゃ骨が折れたというものさ。第一全てが想像し得てもそれが真実であると知っても尻尾のつかみようがないんだからねそれで俺が考えた挙句最初に気が付いたことは犯人が非常に頭のいい男であることだ犯罪の筋書きとしては申し分がなかったのだところでその点に気がついた俺は かえってその点を利用してやろうと思いついたんだ成功率は甚ははだ低いもんだったかね緻密なものは壊れやすいよああいう男は神経系統へちょっとした刺激を与えればそれだけであとは巧みに操ることによって容易に混乱させうると考えたんだ結局の目的は秋山という名前を引き出すことだったが 自動車ポンプの一件だって言い抜ければいくらでも言い抜けられる普通の頭のないズうずーしい犯人はあんな時は鼻であしらってどうとでも言い抜けてしまうまたそうされてもこちらではどうもならないほど薄弱なことだからねところが克見のような男は白々しく言い抜けることができないと見えるんだねまた電話の一件だがああいう男だから ああいう尋問を受ける際の答弁も十分考えておいたろうと思っただから裏を言ったのさ普通の犯人はあんな際ベルの音など少しも鳴らなかったように嘘吹くものだが克実は用意周到に最も自然な答弁を考えておいたのだそれがいけなかったのさ考えすぎの失敗かねしかしあの交換手は正直な女だぜ あの女は何も克実をだましてかからなんだ電話がかかったように証言したわけではないんだ電話は実際にかかったのさ俺のトリックさねあの若い女の就職口ないし嫁入り口に差し支えるようなことがあっちゃ気の毒だから断っておくんだがしかしポンプといい電話といい要するに彼の脳みそをくちゃくちゃにするための道具にほかならないのさ 考えてみりゃポンプだって電話だってくだらない証拠にも何にもならないことなんだところで当時の記録を見てくれればわかることなんだが俺は最後まで秋山という名前を口にしなかったんだぜその代わり秋山という暗示を与えるために殺人とかアンテナとか3時50分とかピストルの5発の弾とか克美が犯人だと死人が言ったとか それとなく使ったんだ。もちろん事件は秋山のうちからも警察からも一言でも漏れないように注意したのさ克実が犯人でなければ白紙であるべきはずの頭を持って尋問に答えさせるようにしたのだ克実がね白状するもしないもありゃしないよその晩から気が変になっちまってさ何でも間もなく死んだそうだ 自殺かってさあ